始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、今回の動画は、はい、僕たちの落ち着く場所を紹介してみたいと思います。いや、僕たちそれぞれにね、はい、ここ落ち着くなっていう場所が部屋の中にあるんですよ。それをね、はい、ちょっと今回皆さんにご紹介できたらなと思います、はい、思います。ね、見てるさ、ね、方もさ、自分の部屋の中でさ、このポジションめっちゃ落ち着くとかさ、この場所好きっていう場所絶対あると思うんだけど、うん、 ね、はいはい、それをね、ちょっと今回翔太の好きなところ、うん、俺の好きなところ、はい、ちょっと紹介してみたいと思います。ひょうにょ、うん、どっちから紹介する？俺から。翔太の落ち着く場所、うん、はい、じゃあ翔太の落ち着く場所を紹介します、うん、はい、はい、僕の落ち着く場所は、まずですね、まあ、大体僕ここで、うん、作業してることが多いんですね。机じゃないんだけど何、本だって、 本棚を本棚みたいなやつだよね、ちょっと改造して、うん、それを簡易的な机を作ってて、ここで、パソコンを、あと編集か、編集することが多いんですけど、うん、ここでまあ大体、まあ、5時間、6時間ぐらいかな、編集はしてて、で、ああ疲れたなーと思って行くのが、うん、まあ大体ここねここでもういつもだったらもうこの状態、え、真っ暗な状態で、この状態で、え、だってさ、台所に来るのってさ、あ、疲れたな、ちょっとのドリンクでも飲もうかなとかさ、違うの、なんかつまもうかなとかして台所に来るんじゃないの？あれなんだよね、1時間に1回ぐらいちょっと休憩が欲しくて、自分の中で、うんうん、で、ちょっと歩きたいなと思って最終的に行き着くのがここここさっきの、うん、この真っ暗の状態で、真っ暗の状態でこれで何、ぼーっとしてんの？ぼーっとしてる大丈夫で、この間さ、この間さ、俺ここでさ、ぼーっとしてた時にりょうがさ、たまたま帰ってきて、うん、何やってんのみたいな、うん、そう、ここが落ち着く、本当にびっくりしたもん、のそこで何してんだろう、真っ暗の状態でさ、うん、そうそう、ここが、そこがいいんだね、ここが、こうやって、ベッドとかじゃないんだね、ここにいるね、ずっと。なるほど、で、続いてね次続いて、なんか、いろいろあるね次、うん、落ち着くのが、うん、ここですねで、ここも、電気消えてます。そうなの、あんまりね、ちょっと明るいところがそこまでちょっと得意じゃないっていうのを前、他の動画でもちょっと伝えてると思うんですけど、うん、なんかね、暗い方が落ち着くというか、暗いところの方が落ち着いたり、するの、だから、うん、結構ね、あれなんだよね、楽、楽で、あ、で、しかも、うん、あ、ちょっと暑いなとか、あと、ここ開ければいいからさ玄関ね、ああ涼しいみたいなそうで、なんか欲しいな、ああ、すぐ冷蔵庫あるし、ここで大体こうやってしてときます。終了。ここではどうだろうな、どんぐらいんだろうね、2時間ぐらいとか、結構長くいるね、いる、あんまりなんかあれなんだよ、テレビとかさ、量はつけたがるんだけど、俺あんまりテレビとかもそこまでつけなくてもよくって、うんうん、だから一人でいるときは絶対テレビつけることまずないんだけど、うん、で、気づいたらここにいることが多いかもしれない。なるほどねてか、っていう感じです。はい、でもさ、最近これ見てもらったらわかるんですけど、この玄関とこの、うん、靴を脱ぐところの間にね、うん、このすだれじゃないな、のれんか、そう、のれんを買ったのと、はいはい、あとこの披露宴の時にね、はいはいはい、描いてもらった絵をこの玄関のところに飾ったから、うん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 、だいぶなんか過ごしやすくなったね。そうだね、うん、綺麗になった感じがするよね、確かに、うん、ちなみに今翔ちゃんはお風呂場の、うん、あ、そうそう、お風呂場のね、ステップのところに座ってそうそうそう、
うん、後ろはお風呂でございます、うんうん、はい、これがしょうちゃんの落ち着く場所ね。そうだね。でも夜のこの、うん、何あの何お風呂場真っ暗で、うん、ちょっと怖い俺なんか誰かいるんじゃないかなとか思ったりはしてる。それは怖い、うん、って感じです。はい、はい、ありがとうございます。少量って言ってんだろ。さて続いては、はい、そしたら僕の、はい、落ち着く場所を紹介したいと思います。はい、ちょっと恥ずかしいけど、うん、はい、僕の落ち着く場所はここでございます。はい、ここはトイレです。トイレですね。はいはい、はい、まあ皆さんね、うん、トイレと思うんですけど、うん、僕はここが一番落ち着くわけですよ。それはどうして？なんかね、今部屋が狭くて、うん、まあ2人で住んでるから、うん、悪い意味でじゃないよ、うん、1人になれるうん、空間じゃんトイレって、うんうん、なんか一人でぼーっとなんかいろいろ考え事ができるから、はいはいはい、トイレにいることが好きなんですけど、だいたいいるのはね、朝起きてすぐ、うん、朝起きて、うん、まずあトイレ行こうってトイレ行くじゃん、だいたいね俺30分くらいトイレいるんだよね朝から。ほう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 。まあその間翔ちゃんもずっと寝てるんだけど、そのトイレにいて、うん、で携帯のSNS のチェックしたりとか、はい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 、仕事がある日は仕事の内容確認したりとか、はいはいはい、今日の何しないといけないとか、はいはいはい、今日シフト足りないってるかなとか、はいはいはい、あと今日の天気とかいろいろ調べたりとかして、うんうん、あとたまになんか YouTube 見たりとか、うん、そんなことやってます。なるほどね、うん、結構そのトイレ好きな人とか多かったりするんじゃない、うんうん、でもさ、うちのトイレってさ結構狭いのね。ここさあれなの、お尻踏ん張ったらさ、うん、結構きつくない？まあ、でもね、もう慣れちゃったかもしれない。踏ん張るときさ、うん、前かがみになって踏ん張んなきゃ俺はできないの。そしたらね、頭ゴーンってなっちゃうね。確かにここついちゃうよ、ね、そう、うん、そんな感じで。なるほどね、はい。僕の落ち着く場所を、うん、少量って言ってるだろ。はい、で、うん、僕たちの2人のやっぱり一番落ち着く場所は、はい、ここベッドでございます。ベッドですね。うん、はい、だいたいここの2人でいるときは、うん、ベッドの上に、まあ、座ったりとかして生活することが多いんですけど、はいはいはい、このベッドの上で一緒にテレビ見たりとかね、うん、椅子代わりにして、はいはいはい、テーブル置いてご飯食べたりとかするんですけど、うん、なんかそういう時がやっぱり一番落ち着くよね、うん、そうだね、はい、まあ、結局2人でいる時が一番落ち着きます。はいはい、よいしょ。まあね、それぞれに家の中にね落ち着くポジションは、うん、場所はあるんですけれども、はい、はい、行き着く先はここということで、うん、はい、ベッドでございます。はい、まあ早くね、うん、広い部屋に引っ越せたらいいなって思うけど。そうだね、うんうん、もうしばらくここの部屋に住むことになりそうなので、うんうんうん、まだね、部屋の模様替えとかねしてみると結構楽しかったりするから、うん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 、最近それにハマってやってたりするんですけど、はい、うん、そうだね、はい、というわけで、うん、今回の動画はいかがでしたでしょうか。はい、どうだったかな。みんなの家の落ち着く場所、ね、ぜひコメントとかに書いて、うん、教えてください。はい、はい、ね、うん、はい、というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。